他のそのディールの情報を言っちゃうとするじゃないですか、うん、そういうのってよくあると思うんですよ。ただ、うん、自分の情報を言われることになるじゃないですか。確かに確かに、それを気にしてるんですよ。あの、ね、まあ言ってもね、そんな、うん、その広まるとは思ってないんですよ。ベンチャー企業の M&A は M&A バンク。ブルームキャピタルの宮崎代表に来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。散々動画でバイアウトするのはあのアドバイザーが重要だっていう話したじゃないですか。で僕もそう、あの身近でバイアウトされて経営者、特にベンチャー経営者の中でアドバイザー誰がいいんですかっていう、こう、まあ、実際口コミですよね。口コミで聞いて一番に出てきたのは宮崎さんなんですよ。ありがとうございます。これリアルトーク、リアルトークじゃないですか。で、まあ、僕も紹介いただいて、いやこんなすごいのかなと、僕もちょっと半信半疑なんですけど、で僕もまた事業の売却の相談をさせてもらったら、まあ、これマジですごい。で早速ね、あのこの会社売却、バイアウトすべて、これね、皆さんね、結構いい値段するんですよね、4000円。買ってくださいという宣伝でいいですかね。いやいや、もうあの十分です。はい、ちょっとまだ戸惑ってるんですけど、はい、というのは、MA バンクのこの動画は、はい、バックにこうなんか青いこうぐるぐる回ったあれがあるじゃないですか、はいはい、今ここバック全部緑なんですよ。でこれ僕ちょっと CG でやってるって今日初めて知って、実はすごくびっくりして、それを聞いたの数分前なので、ちょっと今びっくりしてるままちょっと話すんで、ちょっと頭が回ってないかもしれないですけど、ブルームキャピタルの業務内容と宮崎さんのちょっとキャリアについて、あのちょっと自己紹介をお願いしてもいいですか。ブルームキャピタルはですね、7、8年前に立ち上げまして、まあ、最初はですね、いろんなこう M&A アドバイザリーとかコンサルとかやったんですけど、あのもう数年前からずっとこう売却者サイドに立ったいわゆる M&A のアドバイスをやってる会社です。まあ、うちも実は昔仲介っていうまあ方式もあるんですけどね、うちも昔それやったことがあるんですけど、 4、5年前に売却特化してやってるんですが、あの多分その時売却特化してるファームってなくて、ここにこう差別化ができるかなっていうことでやり始めて、いい売却、まあ、おかげさまでこう立て続けにできるような感じになってきて、それで今に至ってるっていう感じなんですよね。で、まあ、実はうちの会社で投資とかもやってるんですけど、ただまあメインの収益はM&Aでやってるって会社になります。で、まあ、僕のキャリアは最初ライブドアに入りまして、ライブドアでまあ M&Aでやってたんですよね。で、まあ、当時ってあの多分見ている方でも知ってる方もいれば知らない方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、球団の買収したりとか、あとはまあ、ね、有名ないわゆるテレビ局買収するみたいな話をしたりとか、なんかそんなようなことをしていて、そこの部署にいて、それで、まあ、その後いろいろと皆さんご存知の事件があったので、あのライブドアをやめて、それでやっぱりその時事業会社のこう事業をもうちょっとこう中から見てみたかったので、あのセプテーニグループってところに行って、でその後そうなんですよ、でセプテーニで、まあ、M&Aとか投資とかやったんですよね。でその後あの投資銀行であの社宅っていうところがあって、でそこはあの UBS のチームの担当の方が立ち上げたところで、そこで結構こうずっと IT 畑というか、うん、IT に特化をして、みんな金融が得意なファームだったんですけど、うん、IT に僕は特化をしてやっていて、それで結構まあ実績ができたので、うん、これも独立した方がいいんじゃないかなって思ってやったのが7、8年前こういう感じです。そうなんですね、はい、宮崎さんはすごく有名なんですよ。僕はその知人経営者から聞いたんですけど、あの口がめちゃくちゃ固い信頼できるってすごい言われました。であのそこで、MA に使った資料を MA が締結したら、あのシュレッダーじゃないですよ、溶かすらしいんですよ。ヤマトでね。溶かすんですよ資料、なかなか聞いたことないですよ、溶かす、うん、信頼できる人に相談するって超重要ですよね。例えば、うん、じゃあ僕と島袋さんが仲いいからといって、うん、じゃあ他のそのディールの情報を言っちゃうとするじゃないですか、うん、そういうのってよくあると思うんですよ。ただ、うん、それ言うと、うん、どう思うかっていうと、島袋さん的には、うん、あ、宮崎さんは仲いい人であれば情報言うんだってなるじゃないですか。確かに確かに確かに、自分の情報言われることになるじゃないですか。確かに確かに、それを気にしてるんですよ。あの、まあ、言ってもね、そんな、うん、その広まるとは思ってないんですよ。どんなに仲いい人であっても、はいはい、本当に信用している人であれば、ただ、はい、一応そういうのもあるんで、そこは結構気にしてやってるんですよね。いやすごいな、ハイボール2杯ぐらいでいっちゃいますね。ポロッと、あ、僕はあのお酒飲めないんで、なるほどなるほど、そこは大丈夫なんです。さすがっす、本当に。じゃあすいません、M&Aバンクでまたお会いしましょう。ありがとうございました。ベンチャー企業の経営者の皆様、一度無料査定してはいかがですか。実体験をもとにアドバイスさせていただきます。
お問い合わせは動画の概要欄からお願いします。チャンネル登録もお願いします。